この見てる方だけに言うね、秘密にしてね、秘密、言っちゃダメだよ自分のことをシシって言っちゃうの恥ずかしい。21歳にもなって、でもね、赤ちゃんのね、もう0歳の時からね、あ、これ初めて言うかもしんない、赤ちゃんの頃からね、0歳の頃から自分のことシシって呼んでるの。だからね、どうしてもね、出ちゃうのかもしんない。解禁しちゃった。でもシシって呼ばないでね。あのね、本当にシシはちょっとね、あのやっぱ0歳の頃からの呼び名なので、なんかあんまその時期のこと思い出したくないぐらい、なんかしほちゃんとかとしちゃんの方が嬉しいかな。だから握手会でたまにシシって言っちゃったらごめんね。シシシシシシマイシシシシ、なんか強そう強そうじゃない、シシは。どうしよう、リクちゃん落ち着こう一回。じゃあ自分で落ち着く、なんかあるのか。キクちゃんなんか言って、キクちゃんなんか言ってあげて、落ち着くために。ふわふわ、ありがとう、うん、なんだ今の、怖かった。ふわふわっていう呪文が聞こえてきましたけど、ふわふわありがとうだ。しし言うな。